こんばんは。さあ始まりました、プリンスレターズ from アイドル、エピソード0配信直前スペシャル、あずきあきた役の藤田玲陽です。今夜はそもそもプリエルって何って人も、プリエルを最初から注目してくれている人も驚く新事実などお話しできればと思っております。まずはこちらをご覧ください。っていうのは嘘です。どうも改めまして土田玲陽です。こんにちは。時間的にはこんばんは。初めましての方いらっしゃいますかね。どうも収録でやっております。お昼です。まあ皆さんの時間は夜だと思うのでね、こんばんはでいいんじゃないかな。いつまで話しとんねんということで、早速最初のコーナー行きたいと思います。キャラ紹介でございます。キャラ紹介か、企画説明ですね。こちらさせていただきます。まずプリンスレターズ from アイドルとはですね、音楽と手紙で紡ぐアイドルプロジェクトでございます。インターネット一切禁止のアイドル育成学校時若学園に通う彼らはですね、各々の秘密を抱えていて、こっそりと文通部に入部し、手紙のやり取りを行いながらアイドルとして成長していきます。お手紙を買ってほしいのはもちろんのこと、応援の仕方は様々、グッズを買ったり音楽を聴いたり、インターネット禁止の学園にいる彼らのことを少しでも考えてもらえたらそれだけで嬉しいですが、9月12日にですね、日曜日に行われるノバを見てくださるとさらに嬉しいです。こちらがですね、学園外関係者の皆様ということなんですけど、こちら1500円かかってしまいますが、ぜひ彼らが進む未来を見守っていただけると幸いでございます。こちら1500円、実質タダ。バイホリエシュン、いいこと言いますね。本当にね、すごいリーズナブルなお値段になっておりますので、ぜひ皆さんちょっとでも興味がある方、ぜひ見ていただけたらなって思います。本当に。そしてではキャラ紹介をしていきたいと思います。まずはゆずくん、こちらです。CV はですね、堀江俊さんです。6月29日生まれの AB 型1年 A 組所属です。元大人気子役で可愛くてキラキラしてるが、実はという男の子です。クマさんのぬいぐるみを大切にしております。はい、こちらですね。こちらです。画面切り替わるかな。切り替わってくれた、ありがとう。よし、じゃあ次行きます。次に冥王院しんくんです。こちらです。はい、 CV は時俊一さんです。2月18日生まれの A 型2年 F 組で、この後紹介するあずきあきとくんと同じクラス、隣の部屋、プリンの黄色い部分が好きで、アイドルとは何なのか常に自問自答を繰り返している子です。自問自答を繰り返している子です。結構パワーワードっすね。自問自答を繰り返している、だってこんなの歌詞以外で初めて聞いたよ。まあでもそういう子なのでね、ぜひしんくんにも興味持ってくれたら幸いです。かっこいいんだよな、しんくん。で、そして、これで次こちら、これが一番等しい。よいしょ、あずきあきとくん。 CV は土田玲陽、私。11月15日生まれの高校2年生。好きな食べ物は牛丼大盛り。元気いっぱいな男の子ですが、親友ユキとの死が原因でステージの上で歌えないというアイドルにとって致命的な欠点があります。こちらはですね、YouTube の方で配信されているエピソードあずきあきとのやつで、5話でそれが判明しますので、こちらをねぜひ見ていただけたらなって思います。で、この3人なんですけど、この3人が今度行われるノバで結果を出さなければ一生デビューはさせないと言われてしまい、スターズというユニットを組んでデビューを目指します。9月12日ノバで結果が出ますので、ぜひそちら見てください。1500円、実質タダ。実質タダじゃん、言ってましたからね、ブリエル君が。やば、今日なんか喉カスカスで、ちょっとブリエル君の真似ができない。お水飲んじゃう。すごいですよね、これ収録なんですけど、こういうのもカットされないんですよ。お水美味しい。さあ、そして次はこちらです。伏線の話。
これはですね、このプリエルなんですけれど、伏線がもう散りばめられております。皆さんは気づいていましたか？まずこちらをご覧ください。じゃん。こちらはですね、プロジェクト発表前のツイートなんですけど、4月の生配信でもトキさんやホリエルくんと盛り上がってましたけど、実はこちらカウントダウンになってるだけではなく、よく見ると2のところがアキトの封筒がないんですよね。これは本編でアキトがいなくなるかもっていう伏線だったということらしいです。俺もこれ台本読んでて、あ、そうだったんだってなった。いやー、散りばめられてますね、本当。確かにね、俺も当時生放送してる時思ったもん、なんでアキトを抜くんだっていうねえ、もう2だったらもっと別の2があったでしょうにとか思いましたけど、まあでもそう、この当時のツイートにもね、どうかこの日のことを皆様が覚えていますようにっていう風に書いてあって、いやー、やりよるわって感じですね。他にもゆずくんの、クマや、しんくんの好物であるおしるこなど、この時からいろいろ作り込まれていたみたいですねっていうことですね。しんくん、あ、しんくん、あれなんだ、プリンの他にもおしるこも好きなんですね。あ、甘党なんだ。いやでもおしるこ好きそう解釈一致。はい、そして次ですね、ちなみに一番最初のツイートあるじゃないですか、これですね、これか。このツイートが見えている選ばれた皆様、おはようございます、フォローしてお待ちくださいってやつですね。こちら並び替えると、俺たちには秘密があるになるんですが、これもヒントでした。いやめっちゃいろいろやってますね。でそして実はユキトなんて、ユキトってなんでユキトかご存知ですかとのことなんですけど、私は知りません。なんでなんでしょうということでですね、こちら説明させていただきますと、ローマ字で書くと、YUKITO になるんですけど、ユキトの誕生日は4月22日アースの日。地球は丸い。王を取って並び変えると、きっと察しのいい皆さんならわかると思います。ごめん、察しが悪いので。王を取って並び変えるでしょ。すみません、P、教えて、P、文字でいいので教えてください。ひっそりと教えてもらいました。はい、地球だそうです察しが悪い本当に。あー、そう、そういうこと。でも、思ったより普通だった地球というわけですね。そうか、それでアースの日か。アースだって、地球なんだって、アースっすかってね。こういうのも丸々使われるんですよ、すごいですね。はい、あとね、前回の生配信の方ではね、私がユキと、あ、あれっすか、大型っすか、大型の王っすかとか言ってたんですけど、まあこれもまあいいっすよとのことなので、はい、ユキとの王は大型の王っていうのもあるらしいですよ。でそしてですね、この前の配信でも話したアキトの髪色もユキトが亡くなってから色を入れたとのことです。エモいですね、エモいですねって言ってくださいって書いてあります。エモいですね。そうで、そしてちなみに6話の答えの先にある日記の日付なんですが、3月22日なのにも理由があって、さっき教えてもらいました。3月21日を横線で消してますよねって。そう、あれ3、2、1とカウントダウンになっていたということで、本当に伏線ばかりって書いてあるんですけど、これ台本見て分かんなくて、カウントダウンって何のカウントダウンですかって言ったら、そしたらユキトが死ぬまでって言われて、いや嫌な伏線っていういやもうこういうこともやっております。やりおるなっていう感じでございますね。本当にこういう伏線がたくさん散りばめられてるので、そこら辺も皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。
はい、次のコーナー行きましょう。次はこちら、最新情報いいでしょうか。ではまず一つ目こちらです。衣装を公開しました。スターズの衣装を公開しました。皆さん見てくれたでしょうか。ちょっとずつ違っててかっこいいですよね。これ実際に再現して我々声優陣も来て12日のノバ公演に出ます。アキトはどうなるか分かんないけど。そして2つ目最新情報、スターズの視聴を開始しました。イエイ。しかし訳あってあずきあきとくんの音声が入っておりません。理由はボイスドラマを聞いてみてくれ。12日はどうなるのか、アキトの中の人、いやアキトの声を代理でやっている私も分かりません。でもみんなに見ていただきたいです。本当にね、そう、なんでしょう、収録が間に合ってないっていうわけではないと思いますよ。知らないけど知らないけどね。はい、次3つ目、メディア情報。こちら、9月7日、本日からですね、12日までローソン店内放送開始いたします。私土田麗陽による店内放送が本日から始まっております。ノバ公園まで行ってますので、もしローソンにお越しの、ノバ公園まで行ってますので、漢字が弱い、そう、ノバ公園まで行ってますのでって、なんで行ってますってなんだろうって思いながら読んじゃった。ノバ公園まで行ってますので、もしローソンにお越しの際には聞いていただけると幸いです。そしてローソンプリントも始まっております。こちらですね、こちらがですね、ブロマイドとシールの両方があるみたいですね。一枚いいと思います。見えるかな。こちらですね、ぜひ手に入れていただけたら嬉しい。そして4つ目、こちらです。この度私土田麗陽が日編さんでですね、ペン字講座を習うという企画を行いました。9月13日に動画が上がるみたいですので、皆さんもぜひ見て、講座を受けて、あきとくんたちと文通ライフを送ってみてはいかがでしょうか。本当にね、なんかね、私字を書くという行為をなかなかしないので、その機能を全部iOS の方に移しているものですから漢字とかがちょっと弱くてですね、まあでもそちらもね、どれぐらい上達したのかっていうのも見ていただけるのかなって思うので、ぜひチェック見てしてみてください。というわけで、さあ続いてのコーナー、新コーナー、見分けましょうのコーナー。さあこちら、アイドルに限らず芸能界を生き抜くのに必死なのは、必要なのはもうダメだ、もう生き抜いていけない芸能界を生き抜くのに必要なのは、そう、一流を見分ける目でございます。今回はあずきあきとくん役の土田麗陽くんに、私、高級牛丼を見分けてもらいましょうということで、ここに3つの牛丼があります。ありがとうございます。すん、こちらですね、見えるかな、よいしょ、一旦前出しちゃおう。こちらですね、逆かな、もっともっと後ろに引いていいよと、あ、見えないのか、あ、本当だ、見えてなかった、ごめんなさい。ここですね。でこちらが用意されていてですね、じゃあ皆さんに分かるように、あ、皆さん、これ両方に ABC ってついてた、失礼しました。こちらですね、3つの牛丼が用意されております。こちらから ABC の順に並んでおります。まあ、これをですね、どこまで読んだかな、12日のノバ公演で土田麗陽さんの好きなものを1つ、あ、これ当てられたら1つ差し入れてくれる、やったとのことです。しかし外したら後で真面目にカッコつけた写真をプリエル公式ツイッターでアップされます。
もう罰ゲームガチでやだ、ガチでやなので俺絶対当てるんでよろしくお願いします。ちゃんと除菌もしてから手も拭いてから食べようかな。いやー、まあこのうちの一つはめちゃくちゃ高級な牛丼らしいので、はあなるほど。いやでも俺一個はわかる気がする。まあこちらを当てたら、まあそうですね、どうしようかな、やっぱり、うん、え、何を差し入れしてよ欲しいかっていうのは言っちゃっていい。よし、あの、オーベルジーヌのカリーをお願いしたいなと思います。あれをですね、あの、もう、あ、いや、いいよ、だって、よかったよかった、ちょっと生ものあれなのでね、そう、あれをですね、あの、舞台の時、とある方が差し入れしてくださいまして、それを食べて本当に美味しかったんですよ、カレーが。だからそれもね、食べてちょっと元気出したいなって思うので、というわけで当てていこうと思います。悪いけどね、俺こういうの結構得意なんだよ。匂いを嗅いでいこうかな。 ABC から食べた方がいいですかね。じゃあまずこちら A から行かせていただきます。すごいスタッフさんが一番楽しそうまずじゃあ匂いをいただきます。あ、一口でいくんじゃなかったな。よく噛むタイプなんですよ、本当。ちょっともっと難しい問題の方がいいんじゃないですか。次 B 行かせていただきます。個人的に B の見た目が、あの、オレンジの看板さんかなって俺は思う。ね、どうでしょう。うん、はいはい。シンプルに美味しいっていう。最後に C を行かせていただきます。もうあの、いや、もうあの高級牛丼はもう分かったんですよ。分かったんですけど、ここまで来たら俺全部のものを当てたいって思っちゃって、まあでもとりあえず高級牛丼 A です。やったやったカレーだー、オーベルジーヌ、あれオーベルジーヌ合ってた。
った。よし、オージーヌベルかオーベルジーヌか分かんなくなるんですよね。オーベルジーヌやりましたよ、トキさん、ホリエル君。え、俺だけですか、もしかして。あ、よかった、全員分ありますって。やったね、よしよしよし。で、ちなみに B が多分あのオレンジ色の看板さんですかね。どうでしょう。ただ C がちょっと分かんなくて、いやでもここまで来たら当てたいじゃないですか。いやなんだろうな、どこなんだろう。そう、 C が一番分かんなかった。いやでもちょっと答えすごい見せられてるんですけど、ちょっと答えじゃない、ダメなら写真。あー、ふざけないでください。ちょっと待って、あ、なる、え、あ、あれですか、カレーはもう決定ですけど、ダメなら写真って言って。いや最悪じゃないですかそれ。いや絶対当てたい、本当に嫌だ。ちょっと待ってください、なんで一口で言っちゃったんだろう。もちろんあの有名なチェーン店さんですよね。まあ二択ってことですよね。よし、赤い看板の牛丼屋さん。ちょっと待って待って。え、ちなみに正解はどこっすか、黄色っすか。悔しい。わあ、マジか、いやーマジかー、マジかー。写真決定っすか。うわうわうわ、本当に嫌だな。とりあえずごちそうさまでした。というわけで、まあ、じゃあレイは正解して、そして、罰ゲームを受けるという結果になりました。まあこれがウィンウィンの結果ということなんでしょうか。いや、ウィンウィンじゃないな。一人負けてるんだよな。頑張りってカッコつけます。以上、見分けましょうのコーナーでした。はい、次行きますよ。はい、次はこちらです。お便りコーナー。こちらではですね、事前にメールにて募集した質問に答えていきたいと思います。たくさんのメールありがとうございます。紹介された人はこちらのロゴシールをプレゼントしたいと思います。いつものあれです。はい、では紹介させていただきます。さきちさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。前回放送で、あきとくんの髪色がインナーカラーという事実が発覚してから、3人のビジュアルを改めてじっくり見ていました。ゆずくんも毛先が紫っぽいのと、あきとくんのシャツがチェックな、あきとくんのシャツがチェック、ゆずくんも毛先が紫っぽいのと、あきとくんのシャツがチェック、チャックだ、やべえな、声優引退かな。すいません、ちょっと写真がちょっと嫌すぎて、ごめんなさい。チャックなのが気になります。しんくんは、靴がおしゃれだなって思いました。靴で合ってますよね、この感じ、よかった。3人の服装についてももっと知りたいですとのことです。ですね、こちらですね、常盤科学園男子部の制服はですね、ジャケットだけ指定で他は自由になっているそうです。だからあきとくんがチャックですよ、チェックじゃないよ、チャックだよ、チャックなのはすぐ着られて走れるからとのことです。ぽいね。で、あきとのインナーカラーがゆきとの髪色っていうのは出す予定のない裏設定だったそうです。ちなみにゆきとが亡くなってから入れてるらしいですよね。で、ゆずくんとしんくんは今後出てくるであろうフロムエルゼで明かされるのではないでしょうかとのことです。
次はこちら、たい焼きは腹から食べるにゃんこさん、たい焼きは腹から食べるにゃんこさんからいただきました。ありがとうございます。お水飲んでいいですか？はあ、ちょっと牛丼ショックから立ち直れないな。悔しいな。紹介します。文通部に所属するアイドルの方々はどなたも文章の手書きが手書きがお上手で、各アイドルのサインもとっても素敵ですよね。もしかして常盤科学園ではアイドル育成の一環としてそういう授業があるんでしょうか？こちらなんですが、常盤科学園ではエリートアイドル育成学園ということなので、さまざまな授業があるらしいです。サインを作るというのもその一環らしく、アキト君は星マークを意識して作ったらしいです。このサインは文通キットのお返事についてくるチェキに書かれているので、ぜひ手に入れてみてくださいね。そして次いきましょう。ペンネーム、ゆうちさんからいただきました。ゆうきさんからいただきました。ありがとうございます。いつもアイドルです。あ、すごい長文で送ってきてくれてますね。熱量がすごいいいじゃないですか。いつもアイドルたちとの文通やボイスドラマなど楽しませていただいております。アイドルたちの誕生日に関する質問です。以前の放送でゆうきとくんの日記にある日付がアイドルたちの誕生日になっていると聞き、プリエルは至る所に伏線を張っているから誕生日にも意味があるのではと思い調べてみたところ、あきとくんの誕生日11月15日は、天王星を見つけたイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルの誕生日、シンくんの誕生日、2月18日は、冥王星が発見された日、ユーズくんの誕生日、6月29日は星の王子様の日で、ユキトくんの誕生日、4月22日は地球の日であることが分かりました。これもこだわりの一つなのでしょうか？また11月15日生まれのアキトくんはサソリ座ですが、サソリ座の一等星が赤色であることからメンバーカラーが赤なのでしょうか？お話しいただける範囲で構いませんので、アイドルたちの誕生日について教えていただけると嬉しいです。アイドルたちと直筆で文通ができることはもちろん、楽曲やボイスドラマは考察のしがいがあるところもプリエルの魅力だと感じております。大好きなプリエルのことを今後とも応援しておりますとのことです。長文ありがとうございます。そしてすっごい熱のある文で、多分 P も大変すごく嬉しかったんじゃないでしょうか。じゃあそしてこちら P に聞きましたので、 P の熱量のある返事をお聞きください。すごい、でも惜しいと言っていました。何が惜しいかは教えてくれませんでした。いいんですかこれで。あ、これでいいんだってね。まあだからすごい的を結構得てたんでしょうね。いや、深読みユーザーはすごいなって思います。これなんかだって地球も分かんなかった人ですからね。はい、次行きましょう。ペンネームはるぴさんからいただきました。ありがとうございます。レイオくん、こんにちは。こんにちは。いよいよエピソード0解禁ということで、とてもワクワクソワソワしています。過去配信分のお話ではいろんなことがありましたが、一番心に残っているエピソードや言葉がありましたら教えていただきたいです。12日のノバ公演も楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。まあでも何でしょうね、フロムアズキアキトなんで、もう全部アキトの物語なんで、心に残っているか、収録の時にバスケをやるシーンがあったじゃないですか、エキスは。あれやっぱドラマ CD って映像とかないんで、動きとかが分かんないんで、だから各々の空気感でみたいなことをみんなでやるんですけど、その時に今彼らはパスをしてる、ドリブルをしてるみたいな空気感をみんなで掴んで、あの時仲良くなれたかなっていうふうに思ったので、あそこです。はい、というわけでたくさんのメールありがとうございました。というわけでいかがだったでしょうか。2人
ちらそろそろお別れのお時間となっております。そしてですね、エピソード0、この後すぐ配信されるエピソード0ですが、プリンスレターズフロムアイドル、そうフロムあずきあきととかではなく、フロムアイドルの始まりの物語になっております。3人の出会いから文通部を知った物語、ぜひ聞いてください。そしてもちろんフロムあずきあきとも聞いてください。ノバで生披露する第 6.5 話もとてもエモくなっておりますので、お楽しみに。アーカイブも1週間だけど、それ以降は見ることそれ以降は見ることが今のところ、あ、なるほど、声優続けますそれ以降は見るとこが今のところないから、絶対見てほしいですっていうことですね。そうだから、それ逃しちゃったらもう見れないよっていうことを言いたかったみたいです。ごめんなさい、ありがとうございます。そうだからぜひ見てほしいなって思います。でそしてそれ以前の、1,2,3,4,5,6 話はですね、 YouTube の方でも今のところ配信されておりますので、そちらもチェックしていただけたらと思います。というわけで今日は今までの総振り返りをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。もうだいぶつたなかったし、みんな牛丼のことしか覚えてないんじゃないかな。まあでもまだプリエルを知らない人にもぜひおすすめしてほしいです。では次はですね、12日のステージ上でお会いしましょう。バイバイ。